読み上げ申す。昨日13日に所長が届き拝読いたしそうろう。一つ、東国会津について様々不穏な噂が流れ、内府様が国心をお持ちになれば無理もなきこと。隣り合う京都伏見の間でも噂を立つもの。ましてや東国は今日からほど遠い会津とあらば、主君影勝を若輩と見てあらぬ噂の立つこともございましょう。されどこちらは全く気にも留めておりません。内府様もそのような噂をお聞きなさずご安心ください。一つ、影勝が上洛いたさぬを不審と申されますが、一昨年の国帰りで上洛いたし、昨年9月に国に戻ったばかり。また正月も上洛とそうたびたびなれば、領内の政務を取ることもままなりません。その上会津は雪国で、10月から3月はいかよりもなりません。会津に詳しき者に冬の様をお尋ねいただければお分かりいただけましょう。それでもなお影勝様に学信ありと申されますが、一つ、太閤秀吉様は影勝様を律儀者と称されてました。世の中がいかように変わろうとて、それは今も変わりございません。一つ、